こそ夢の街ノーチラスへ。どこがさすがノーチラスね。パレードはメインストリートに開催されています。わあ、すごい人。軍隊の警戒はなしか。この街じゃルシなんて遠い世界の出来事なのかね。はあ、召喚獣ダンスパレードだとよ。じきに始まるな。せっかくだ、見物しようぜ。うん。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースをお伝えします。タイムフォルムを襲撃したルシは市民を無差別に攻撃した後、今なお逃亡を続けています。政府軍はルシを追跡していますが、ルシが市民を人質に取ったため人命を尊重し攻撃を控えています。どうした？友達が。あいつら見つかっちまったか。人質なんかルシと一緒に吹っ飛ばしちまえばいいんだ。ルシに近づいたんだからどうせパージだよね。もうすぐパレードの時間だ。行こうぜ。目いっぱい楽しもうぜな。もうすぐお別れだって分かってたから笑って過ごしたかったんだ。それはかつて国運で起きたパルスとの戦争の物語でした。の始まりだ。襲撃ってか。Let's go!
すのだ。私たちさえいなくなれば、国運は平和になるの？どこへ行きましょうか、お嬢さん。サッツに任せるよ。うん。私、笑ってばっかりだ。よし、ドーチラスパークでデートだ。サンタ様、遊んでていいのかな。使命のことなんか忘れちまおうぜ。そうすりゃこれも消えるかもだ。うん、じゃあ出発な。政府が作ったでっけえ遊園地だ。ルシも観光するって教えてやろうぜ。思い出の場所とか？ドッジに約束したんだ。いつか連れてってやるってな。土産話だけでも聞かせてやりて。会えるよ、きっと。そうだな。どこにいるかは分かってるんだ。一緒に行っていい？ああ、いいですと。お前はどうだ？誰かに会いたいとかないのか？会いたいのは…なんで寂しいやつだな。冗談だよ。しゃあねえな。寂しくなんかないよ。全部打ち明けようって思ったんだ。この夢のような時が終わったら。ドーチラスパーク行きのノーチリフトが間もなく発進します。ふわふわ、次の魔王城にも行くだね。明日から仕事か。待って待って、乗ったらどこまで行けるのかな。
に新しい。と思ったらチョコボの匂いか。時を忘れる夢の街ノーチラスへようこそ。お、興奮してるぞ。お友達できるといいね。ドッジはチョコボが大好きでな、ここのチョコボを見たがってた。行ってみようよ。職場から逃げたのか？あ、見てごらんなさいよ。Whoa!
ったみたい。やっぱり仲間といるのが幸せか。楽しいことは倍になって、悲しいことは半分になる。一人じゃおじけづいちまうことも、仲間がいりゃできちまうってか。お？お？ああ。でも一番はお父さんだね。当たり前よ。ありがとな、バニラ。これでドッジに会ったらチョコボの話をしてやれる。ドッジは今軍に保護されてるんだ。サイコムだっけ。ああ、国運のルシだからな。使命がわからなくて検査受けた。軍に投降する。当然ルシは処刑だろうな。ああ、軍の奴らも鬼じゃねえだろう。最後の頼みぐらい聞いてくれるさ。処刑の前に一目でいいからドッジに会ってチョコボの話をしてやれたら思い残すことはね。でも待ってよ。心配すんな、巻き込みはしねえさ。お前を逃がして俺だけ自首する。そういうことじゃなくて。すまんな、バニラ。おっさん疲れちまったんだ。だけどじゃあ復讐は。ドッジ君がルシになったのはパルスのせいで、仕返しするまで死んじゃダメだよ。私知ってる。エフリーデの事故、犯人のルシを知ってるの。本当か。あの事故を起こしたのは、チキショウ、どこに隠れてやがったんだ。逃げるぞ、バニラ。
ありがとう。気合い入れか。諦めないよ。大丈夫だから。ありがとう。
たまるかよ。Thank you.
将棋ね。
慎重にね。見つけた。父ちゃん捕まえた。どっち、どうして。約束したろ。でもお前一体。パルスのルシを捕まえる、それがドッジ君の使命だったようですね。コクーンを守るルシとして立派に使命を果たした息子さんを誇りに思うべきですわ、カッツラさん。息子さんの能力、パルスの存在を感じる力を借りてあなた方を監視しておりました。
感謝の言葉もありません。おかげさまでルシに関する貴重なデータも得られました。お礼と言ってはなんですが。エネルギープラントの監視映像を解析したものです。あの事故を起こしたパルスの武士です。パルシに接触すりゃ分かりにくい映像ですが、見分けがつくのではなくて。役体ダメだよ。ずっと一緒にいたんですが。記憶は戻らないの。ねえ、もうやめよ。使命なんてどうでもいいよ。よかねえよ。お前が化け物だろうが。私は諦めんな。大事なことははっきりしてる。いいか、うちらは国王の敵だ。だったらもっと敵らしく暴れていれば、まともなルシに戻れっかも。え？ぶっ壊すんだよ、パルシオな。何してるの？そこの彼女がエウリーデ峡谷を襲ったために居合わせたドッジ君がルシに選ばれた。皮肉ですわね。あなたが守ろうとしていたのは息子さんの仇なんです。いや、待て。我々に処分される前にご自分の手で蹴りをつけて。ナバード巡査、なぜ？追跡してデータの収集を。ルシ同士の殺し合い。
うして逃げたりしたんだろう。結末は同じだと分かっていたのに。お前は最低のクズだ。嘘ばっかつきやがって人を振り回してよ。何人巻き込んだと思ってる。私は臆病な死神だ。生きてるだけで迷惑なんだよ。もう生きるな。楽になりたいんだろう。殺されて償え。私の名はオルバダイア・バニラ。グランパルスから来たルシ、コクーンに生きる人たちの敵。撃ってよ、ガタキオ。ふざけんな。死んで終わりにしようってか。死にゃ許されるとでも思ってんのか。それなら、それならどうすれば。生きても死んでもダメなら私はどうすれば。人に聞くんじゃねえ。てめえで考えろ。わからないんだよ。俺もだ。もう終わったんだ。どうしようもねえんだ。今さらお前を撃っても、生きててもな。死なないで。Ah!
ガキの仇でもよ。ガキは撃てねえ。サッツの優しさは忘れないよ。もうたくさんだ。丁重に取り扱って。コクーンを沈める、大事な道具よ。私たちは世界の敵だった。処刑されればコクーンに平和な日々が戻るってみんなが望んでたんだ。